めちゃめちゃ雰囲気いいとこやん。そうめちゃくちゃいっぱい入ってるわ。ちょっと厳しいめっちゃ多ないですか。整いました。整いましたね。どうもこんにちは。こんにちは。バロンザーマスでございます。はい、ちょっとさっきねカメラ前に向けてほしいんですけど、はい、さあえどこって皆さん思いました。思いますね。いやー本当に自然豊かな場所をね、はい、ご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。今回も視聴者コメントやってみたシリーズなんですけども、はい、あのまずね、はい、あの地位条件をちょっと話して、はい、あの茨城大ニュータウンってあります？あります。はい。神戸市、うん、ね、うん、ただその同盟都市が能勢なんですよ。ほう。で能勢で私はあの、ま、町おこしとかいろんな参加しているうちに視聴者の紹介で、はい、あの精霊館っていうね、あの、忍者のとこ体験に行って、そのまま、修行僧になったって。ね、最近出世しましたよね。出世しましたね。商談いたしましたけど、はい。実は真面目に1年通ってるといいやつなんです。はい、でその、能勢の近くといえば、ほう、高速道路、新名神で通っております。はい、ね、はい、茨城。はい、ね、そして、美濃とどろみ。で、次、川西と、実はめちゃくちゃ近くなったんです。あ、繋がってる。はい。で、その川西の近く、稲川町っていうのが来ています。おー。はい。ですから、茨城台からわずか2つですね。飛ばす。高速ね。はい。インターね。はい。じゃあ、寿司さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。説明長くて申し訳ございません。はい、ザーマス様、ご無沙汰しております。はい、ザーマス様なんですね。優しいですね。はい、最近では毎日コメントいただいてありがとうございます。はい、巷では連休と連呼されていましたが、お仕事はお休みは取れてましたでしょうかっていうような話が前あったね。はい。うん。パン屋巡りは私もちょっと気になっておりまして、車を手に入れてからはいろいろとお店に伺うようになりました。はい。うん。妻とのドライブがてら、休日には兵庫県の稲川まで行っております。ここですね。はい。お気に入りのお店でパン、柿の木なんですが、はい、またよろしければ一度いかがでしょうかということで、はい、お待たせしました。はい、やってまいりましたよということでね。柿の木。はい。あの、パン屋さんもね、蕎麦屋とパン屋さんっていう無限にいい店ありますよね。ね、皆さん、パンお好きですか？好きです。ですね、私も大好き。はい、もう特にクリームパンね。いいですね。好きですね。もういつもクリパン、クリパンやったんですけどね。パン、はい。辻さんがせっかくお勧めいただいてる、はい。ただね、事前に調べたら何やら食パンとかもうまいと言ってるので、まあ、よかったらみんなにもね、土産で買っていきたいと思います。はい、それでは行ってまいりまーす。行きまーす。はい、前がね、日生ニュータウンで、これは僕の友人もいるところですね。はい。はい、ニュータウンと同じ名前がいっぱいあるのよ。ニュータウン、そう、ニュータウン、新しい街を作ったんですよ、バブル期ね。都心部の土地が異常高騰したので、はい、今もちょっと似てる状態なんですよ。だから今の石破さんとかも地域創生を行くようなそこなんですよね。はい、地域は持続可能にしようよみたいな。であるならば茨城大ニュータウンへお越しやすのね、石破首相、まあ、地方再生担当大臣を俺にしていただければね、見事茨城台だけ復活。茨城台だけって言いました、今。国税をまずそこへ投下して、あの成功例やってみますみたいな。ちょっと言っていいですね。はい、まずですね、この街並みすぐ近くですね、はい、ここを右曲がるとどうやらあるらしい。へ、もうすぐ。あ、もうすぐ。あ、雰囲気いいですね。いいですね。左そうなんですよ。なんか、なんなんこれ、なんか気になんねんけど、気になります。無人販売ですか？無人販売です。でしかもなんか薪とかまで売って見える薪ね、ね、あの飾ったらお皿が気になるね。気になりますね、あそこね。入れ、あのお金、お代はここに入れてくださいって。お値段なんぼなの？お値段見えないんですよ、それが。わしの飯ダメの代わりによく見ておくれ。よく見え。ババ様って帰ってきた。また違うところから、いつも の青き衣をまといて金色の森に降り立つべし、古き言い伝えは誠であったか。君でさ、はい、これ直しか、はい、覚えてしまいました。やっぱ、ね、アスベルが一番かっこいいですから、はい、それね。なるほど。もうすぐ、あ、雰囲気いいですね。ね、一気に山やった。はい、これちゃう、パン粉。これだ、ありました。ね、今現在12時前なんでちょっと早めに出た方ですけど、はい、有名なパン屋さんはどうしてもね、はい、めちゃめちゃ早く売れちゃうんでね。はい、これですね。あ、これですね、ちょうど目の前つける、ほら、はい、パン柿の木さん行ってみたいと思います。素敵やね、ちゃんとオープンで書いてあるよ。そう、まずね、隣が田んぼとかでもいいですね、豊かでね。風も気持ちいい。じゃあ入りましょう。雰囲気めっちゃ多いよ。まず、じゃあ何食べたい？好きなのとってね。ここはクリームパン。あ、クリパン。
わくるみのおやきやって、くるみレース大納言、わあすごいね、おやきですね、じゃあ僕フラフラする、え、カレーパン面白い、焼きカレー、あ、僕エビカツバーガー、エビカツバーガー、うわハムカツが好きやけど、はい、エビカツにして、エビカツ、はい、決断こそ全てです、はい、卵サンドも有名です、はい、卵サンド、この下のこっち上、エビカツと卵があります、うん、はい、パンいっぱい買ってきましたけど一つ紹介してください、はい、これが、はい、エビカツバーガー、はい、エビカツバーガー、エビカツバーガーで、クルパンね、クリームパン、クリームパンとカレーパンとクリームパン、クルパンね、はい、クリームパン、サンドイッチ有名な、はい、シフォンケーキ、はい、君の家用の、はい、食パン4枚切りに切っていただいたんと、はい、これこの後ですね、ちょっと視聴者さんの取材行くので、うん、せっかくは手土産にさせていただこうかと思います、はい、一気これ切ってもらってないです、はい、優しいね店員さん、優しいですね、のコーヒー一杯無料でございます、購入したら、はい、じゃあいただきたいと思います、いただきます、エビカツ、そうやね、あのいろいろつまましていただいた方がいいと思います、じゃあエビカツ、いいじゃないですか、はい、見て皆さん、すごい、もう超贅沢、むちっとパンがね、ヒーム食べよ、はい、はい、寿司さん奥さんと来てるって粋やね、いいですね、ええ人なんやね、奥様とデートで、あるかな、どうですか、すみませんか、野菜もたっぷり、あー、ほんまですね、いっぱい入ってる、じゃあカレーパン、そればっかり食べてもあの取材にならへんから、ね、あ、本当ですね、うん、はい、あとでね、皆さんね、うん、うん、あの断面図を切らずに食べさせて申し訳ないですけど、借りちゃいました、うん、まあ、ここはもうカレーの味がね、うん、パン屋さんの腕前を見せるなんて今と美味しいですよ、うまい、うん、え、お子さんでも食べれる、食べれます、これよりいいね、うん、ついついスパイシー行きたくなるけど、うん、後で香辛料がちょっと上がるぐらいで、パンなので、で僕の大好きな栗パンね、はい、あ、ちょっと待って、さっきコーヒー無料なんでいただきます、はい、これやばい、日が逆光になった、あらあら、くるみこれかな、クルパン、クルパン、あったかいです、いや、ちょっと見ない、クリームパン、あ、クリームパンじゃなくてパンね、くるみパン、こんなんなんかね、ねえ、おいしい、じゃあいただきましょう、ふわっとしてた、持った感じが、おいしい、柔らかい、あ、僕、くるみパンは、基本そのままで、これ、結構バターとか塗ったらうまいと思う、いいな、しかも、めちゃくちゃいっぱい入ってます、ほら、ちょっとちぎってみるでしょ、ほら、めっちゃ多いですか、多い、あ、結構しっかり入ってます、うん、まあ、手で切らずに自分の食べてあんま取材意味ないですけどね、すみませんね、食い差しばかりで、うん、うん、これもお菓子パンやね、うん、おかずパンや、うわ、くるみ、うん、サクサクの、ふわ、うん、中ふわふわ、おいしい、これ、うんうん、あ、これは豊かやな、子供たちも好きなんじゃないでしょうか、これちょっと濃厚ですよ、これ濃厚ですか、食べます、あれですね、あの名古屋のコンパルタンでよく見る形の、はい、エビの三段の背型のサンドイッチ、はい、いや僕はまずこの気になる卵サンド、卵サンドね、丁寧な作りやね、やっぱり、ね、しかも、あ、ちゃんと包んでくれてる、あのね、これでね、やっとね食パン食えると思って買ったんですよ、あ、なるほど、そっかそっか、あ、どうですか、意外、卵甘め、え、うちの亡くなった親父が好きなパターン、うん、関東人なんですよ、お父さんとか、うんうんうん、だから卵甘いんですよ、砂糖入れるんですよ、うん、びっくりしたんですよね友達ん家で醤油かけてるの見て、そうか、普通は自分がね甘い、そう、だし巻きとか美味しいですけど、うん、卵好きですけど、うん、甘めはね、ちょ、うちは当たり前やったんですよ、あ、甘い、な、耳付きなんもいいですね、これ、うん、で耳がその硬くなくて、うん、あの違和感なく一緒に食べて美味しい、楽しめる、うん、やっぱりプリプリ、うん、すみません、ちょっと食べさしがすみません、いや、エビを食べただいぶ減ってますけど、エビを食べたかったね、うん、うん、あ、整いました、整いましたね、本当に綺麗に整いました、あ、うまいね、はい、ご飯どうでしたか、
美味しかったです。美味しいパン屋さんやった。非常にね素晴らしい、あの市長さんが推薦されるだけのことあって、はい、本当に美味しいパン屋さんだったんですけども、はい、はい、一番特に気に入ったパンってあります？ね、うん、一番意外にカレーパンが、カレーパンチーズが上にかかチーズが上乗ってて焼きカレーパン、うん、だけどその中のカレーがすっごいしっかり何ですか、一番前前面に出てくるというか、うんうんうん、なんかその感じが、感じが美味しかった、素晴らしいと、まあ、そういう雰囲気とか感じとかね、はい、感じとか、はい、もう現地に来ないと視聴されてる皆さん分かりませんといううまい ね、 いつもね声かけをしていただいてありがとうございます、はいはい、私のおすすめはですね、はい、やっぱりエビカツバーガーでしたね。やっぱおかずパンが好きなんですよ、はい、焼きそばパン、コロッケパン、そしてエビカツバーガー捨てがたい、ね、サンドイッチの方も美味しかったね。エビサンドもね、卵サンドも美味しかったです。あれパンがすっごい薄くしてあって、うん、中の具材がやっぱり本当にここのパン屋さんって具材をなんか大事にというか、うん、中に入れるものをとっても大事にしてる、うんうん風に受け取りました。ですよね、手作りでしょうしね、うん、その卵もね、はい、だからやっぱり人が作ったもののありがたみっていうのをお店で感じれるっていうのは、うん、逆にまあ一人暮らしされてる方とかね、うん、やっぱりこれはコンビニ飯とかになるじゃないですか。なりますね。こういうところでたまには来てね、うん、まあ、おふくろの味じゃないけど、はい、人の作った手作りのパンっていうのはやっぱりね味が違いますよ。本当体にいいって思える自然さもあるしね、うん、そうですね。で特に雰囲気も見ていたいこのやっぱ風景ね、さあ、つきちゃんって感じでしょもはや言葉すら失ったか。違う違う、行き過ぎましたね。あ、それはもののけ姫ですね、はい、あ、これ有名な宮崎駿監督の、ね、はい、もういいジブリっていうのね、みんな詳しく三鷹にジブリの森っていうのがあるんですけどね、はい、あ、三鷹って東京のことですね、はい、はい、置いといて、置いといて、はい、まあ、こういう自然な場所で自然なパンをいただく、はい、そしてお客様がひっきりなしにね、うん、車でドライブがてらに買いに来られてるのを見て、うん、でパンをこう抱えてね、うん、あの僕らもほら忘れちゃったじゃないですか、あの買い物袋ね、うん、忘れましたね。でこうやって抱いていってる、はい、あのお姉さんやおば様方を見てですね、はい、やっぱりすごく愛されてるお店、うんうん、それが、パン柿の木さんですね、はい、で目印はちょうどね、あのそこを見撮ってほしいですけど、もう柿の木がいます。柿の木、お地蔵さんと柿の木ね、雰囲気もすごい本当にねえ、はい、何とも言えない風情いっぱい、うん、はい、空もね非常に美しい、はい、そういったお店でございます。よかったらぜひともいらしてください。それでは失礼します、はい、バーイ。ザーマスチャンネル、はい、ありがとうございます。よかったよね、美味しかった。てか全部なんかあっという間になくなってやっと来れたな、来れましたね。あのね、あの何ですか、こう取材後期で、うん、あのネタバレすると、はい、あの茨城台から来れなかったんですね、うんうんうん、僕ら茨城スタートで、はいはい、あの要は万博公園を抜けね、大回りして、はい、であの稲川スカイラインじゃなくて稲川なん、渓谷、あ、渓谷ウェイやったっけ、ラインかなんか、うん、そのラインを走って、はい、まあ、要はあの阿蘇山とかの周りである道とかね、海道とかもいろいろありますけど、うん、ビーナスラインみたいなのを通ってきたんですね、うん、めちゃくちゃ良かったよね。良かったですね。なんかあの両方にね山があり緑があり癒される感じが、開かれた街があって、うん、また自然に戻って、はい、繰り返してここまでたどり着いたので、はい、よかったらですね伊丹方面から来られた方がいいかもしれないね。伊丹、豊中方面から、うんうんうん、あのドライブがてらね、はい、来た方がで帰りは茨城だよって帰ってくれるんで、うん、ここに乗って、うん、はい、いや同盟都市の野瀬よって、うん、ね、あ、はい、飯食うて茨城台を見て、はい、あ、であのカフェ泊まりさんよってお茶飲んで、はい、気をつけて帰りやがれですね。なんでやがれんの、ね、昔嵐にしやがれって番組やがれありましたね。いいなと思って、あのぐらい有名になったらちょっと命令口調で言えるんやな、言ってみたくなったんですね。あ、松潤とかね、はい、あ、ザーマスもあれね、ZM と MZ とか訳そうか、松潤みたいに合ってます。え、あ、そうか、ザーマスか、あ、MJ か、あの人 MJ、 そう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 、あ、MZ で行く、MZ、みんなかっこよくない、あかんの、松潤ではないからザーマスで十分いい感じだと思いますけどね。いいよ、Z までしちゃったらどうですか。ここ Z だね、こっちか、逆ですね、こっち、そうです、そうです、こう校舎 Z なんで、なってます、なってます、みんなこれ挨拶ザーいや、マジンガー Z みたいな、なんかね、かっこいいね、もう、何でしたっけ、行きましょう。